トニー・カレーはアメリカ合衆国のキーボディスト、ミュージシャン、作曲家、リッチー・ブラックモアのバンド、レインボーのメンバーだったことで有名。以降は主にソロで活動している。1953年10月16日、カリフォルニア州、ターロックに生まれる。1970年代初頭より、ブレッシングスというバンドに加入し、音楽活動を始めた。1975年、 解雇されたミッキー・リー・ソウルの公認としてハードロックバンドレインボーに加入。翌年にリリースされた虹をかける覇者のレコーディングに参加し、初来日ツアーにも参加。また同アルバム収録のスター・ゲイザーのオリジナルバージョンでは彼のソロがイントロに入っていたが、リリース時にはカットされていた。しかしながら、1977年に2月に 解雇されたジミー・ベインの公認のベーシストが音楽性の違いから解雇されたのと同時にリッチーからバンドを解雇される。その理由はリッチーのインタビューでの受け答えから極度なまでの緊張体質と私生活での素行の悪さが原因であったとされているが当のカレー自身は自分が演奏中に目立とうとしすぎたためにリッチーの怒りを買ったのではないかと推測している。 1980年代からドイツ人ミュージシャンピーター・ハウケ主催、プラネット・ P ・プロジェクトに参加。2009年より、ジョーリン・ターナー、ボビー・ロンディネリ、グレッグ・スミス、リッチーの実の息子、ユルゲン・ブラックマーと共に、元メンバーが集結するレインボーのトリビュートバンド、オーバー・ザ・レインボーの結成に参加した、2010年をもって解散。が、体調不良を理由に翌年に離脱した。 公認は、スミスと共に1994年に再結成された、サイのメンバーポール・モリスが起用される。ただし、このヨルゲンとは後にイービシ・ロックス・ウィズという音楽プロジェクトを結成している。1982年、初のソロアルバム、IN THE OF SENS OF THE CAT をリリース。1984年、サードソロアルバム、サムタフシティからシングルカットしたバラード曲。 ファインファインディが、ビルボードチャートので22位まで上昇した。彼は、他にも様々なシンガーやアーティスト、バンドのサポートメンバーとして、ゲストで参加したり、楽曲のプロデュースを手掛けたりしている。その代表例として、ジェニファー・ラッシュ、ジョン・メオールザ・ブルース・ブレイカーズ、ジョー・コッカー、ダイヤー・ストレッツ、デイビッド・ノップラーなどが挙げられる。自主制作は、省略公式ウェブサイト、 ありがとうございます。